どうも、まさがみりゅうほうです。ということでね、本日はですね、大阪の方に、衛生工学衛生管理者というね、資格を取りに来てたんですけども、その試験がですね、お昼に終わりまして、今現在ですね、寄り道しようかなと思って、先ほど千早赤坂村っていうところに行ったんですけど、そっからね、金剛山、なんかロープウェイがあるということでですね、金剛山ロープウェイ入り口に向かっております。現在ね、空いてるかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、パジェロミーでね、ちょっとグイグイ行ってみようかなと思ってます。ということで、なんか変な訛りになってます。これは多分ね、空気が薄いからです。結構ね、天気良くて良かった。あと、降りてくる車結構多いんで、やってんのかなどうかちょっとわかんないですけども、まあ実際ね、ちょっと行ってみたいかなと思ってます。こうやって車上でね、こうやってなんかやんのね、初めてやと思いますね。うん、多分撮影の方は。ちょっとスマートフォンで撮影して、おうおう、前にちょっと頑張ってね、ランナーすげえね。ロードランナーすげえな。うん、こんなん自転車で上がられへんわ、おっちゃん。すごいなー、ということでね。今赤いね、僕のパジェロミーのね、ボンネットが見えてると思います。それでまあ、ちょっとね、障害者マークの方もちょっと右側にちょこっと下の方にね、青いの見えてるかもわかんないですけどね。まあ、気になさらずに、この画面だけ見てください。まあ、結構いいですよね。おうおう、すごい、カーブはすごいよ。あ、すごいよ。あ、すごい、すごい、あ、すごい。カーブすごい。あ、カーブすごい、すごい、すごい。もうね、K なんでね、エンジンうなってますよ。斜め左方向ね、わかりました。ほんまね、マス釣りとかやってねえなあ。子供らと来たいですね。ちょっとね、あれなんですけど、まあ、ちょっといろんなものが反射してまずいものが映ってたらごめんなさいね。はい、一応動画ねアップしていくんですけど、まあ、まずいものが映ってたけ、なんかもうね、後で消すという感じで一応アップだけはするんでね。まあ、で、京都の方に帰ってね、自宅の方に帰ってから、まあ、アップしたの見て問題なければそのまま置いとくし、ちょっとやばかったら消してしまおうかなと思ってます。だから現在限定公開になるかもしれませんので、今見とった人は得かもしれませんと言いながらずっと残ってたりして。カーブやっぱり多いね、多いですね、カーブね。はい、ということで制限速度を守ってますか。制限速度しか守られへんわこの車。これが、左側が、登山口で、右側が、あれね、うん、河内長野市ということで、左の方ずーっと行きます。うん、どんどん登っていきます。しばらくね、道なり。ちょっとなんか、あれやね、ガラスで反射して、いらんもん映ってないから大丈夫かな。ちょっと、そこら辺が気になるんですけど。ちょっと前も出た方がいいかな。これ縮まれへんのか。セッティングがちょっとおかしくてごめんなさいね、ほんとね。右側に映ってる書類みたいなもんは、あいつね。なんだろう。うわ、ちょわー除外書ですね。うん。ということで、ウィーって、おー、結構広いね。結構ピーある。有料ピーある。有料ピーなん。有料ピー。こっから千早赤坂城跡が見えますって。おー、ロードランナー頑張るな。ロードランナー頑張る。うん。おっちゃんそんな頑張られへん。ぐいぐい行くよ、ぐいぐい。ぐいぐい行くよ、ぐいぐい行くから。うん。ぐいぐい、どうしよう。センターライン割らんとってやん、まあ。なんでみんなセンターライン割れるんかな。俺には理解ができへん。本当に。理解できへん。うん。これなんかあんのこれ。これなんかあんの登山用。え、こっから歩いて登んのみんな。え？マジで？こっから歩いて登んの？え？そんなことないやろ。まだまだロープウェイでさ、先なんちゃうん感覚的に。あ、大きな車来た、大きな。あ、バスや、バス。バスね、富田林駅前まで行くんやね。そばとか書いてあんな。うん。ひょー。うおー、山の豆腐。国産大豆 100%。なんだと？美味しそうではないか。金剛山登山口駐車場、ロープウェイ、ロープウェイ3キロ、え ?3 キロもあんのに、え、こっから、え、どういうこと、こっから歩くの、ええ、どういうこと、え、こっから3キロ歩かないロープウェイ乗られへんっていうこと、え、ここ、え、ここ、え、こっから登んの、ひょっとしたら歩いて。登山口って。え、マジで、え、先のとこ止めなあかんかった、ちょっと待ってや、ちょっと、赤い車。赤い車乗ってる人はええ人やで。なんでならば、この車も赤いから。ということでね、走ってますけども、ほんと、
っていうかさ、結構センターラインをな、山道でな、割る人いてるやん。命知らずやっていつも思うねんけどな。なんか、あかんやん、そんなセンターライン割ったら。対向車来んねんで。対向車。あ、なんか、ここ車止まってる。喫茶店か？お昼やからか。名水こんにゃく。鍋スパやって。熱々鍋スパ。うまそうやな。ちゅうかさっきあそこで食べてきたんですよ。このセンターの方でね、試験センターの方で食べてきたんで、試験場の方で、食べてきたんで、お腹は減ってないですけども、食べれんことないけど、今はとりあえず、ロープウェイを目指して行ってるんで、観光地っぽくなってきたよ。空車、軽量釣りしてる、取れたて、これマジで、パジェロミに止まってるし、すげえな、ここ。こんなとこあんねや。これちょっと今度寄ろう。今日はちょっと無理やん。時間的に今日はね、ロープウェイぐらいしか登られへんと思うんやん。なんか、鮎とかマスとかすって唐揚げにしたら美味しいやろ。なあ、ほんまよ、喋るやろ。ずっと喋ってるやろ。ということでね、もうそろそろか。感覚的にはもうそろそろね、ロープウェイの、あそこに続きますね。どこや。ロープウェイの、あそこや。駐車場があるはずなんですけどね。これなかったら泣きそうやな。これ車駐車止めれませんって言ったら泣くな、完全に泣くわ。せっかく来たのにみたいなね。もう大体ね、もう200キロぐらいね、走ってるんですよ、うちから、距離的にはね。200キロだから、もう一回来いぐらいだときついな、これちょっと。そんな感じです。はい。おー、すげえすげえ。めっちゃ天気いいでも景色見えるかな。ボンネットかな、ガラス越しに何も反射してへんかったら綺麗なんやけど、たまに映ってたらごめんね、亡霊のようにね、ちょっとね。一番、歩いてる？歩いてる？歩くここ。どういうこと？ここ歩かなあかんの？有料駐車場1回600円。マジで？有料駐車場はええんやけど、こんな遠い、遠くない？いやいや、遠くない？あ、なんかいっぱい駐車止まってる。あ、車いっぱい止まってる。いっぱい車止まってる。車止まってる。ここら辺か、ほんなら。っていうことだよな。ロープウェイの乗り口がどこ？ロープウェイ乗り口どこなんか。まもなく左方向です。いや、ちょ、ここら辺止めたんや。ここら辺どうやらロープウェイのな、乗り口みたいやね。P って書いてんな、P って。おばちゃんあるの、おばちゃん。聞いてみようかな、おばちゃんに。あ、おばちゃん曲がってもたわ。曲がってもた。おばちゃん曲がってもたわ。どうなってんのこれ。いや、近づいてんのは近づいてんな。めっちゃ近づいてる。ルートから外れました。リルートします。あかんやん。マジか。あ、そういうことか。あのね、あれっすわ。あのね、ロープウェイ閉まってた。ロープウェイ閉まってた。運休中や。運休中。撤収！マジか！これそんな登っていけるんかな？まもなく右方向です。登っていけるなと、一旦、車で登っていく？ルートから外れました。リルートします。ルートから外れまくりなんやけど。あ、ここ入ったらあかんのか。ここ入ったらあかんのか。ちょっと待って、もう一回チャレンジしようか。頂上までな。頂上まであと 2.5 キロやね。あと 2.5 キロやから行くか。行くか。みんなこう止めてはるもんな。みんな止めてない。じゃあこれ歩いてんのこれ、ひょっとしたら。これ登っていってる？これライブやったら聞けんねんけどな。ちょっとググってーっつって。みんなググってーみたいな。どうなってるか知りたいからググってみたいな。ルートから外れました。マジか。これ登っていっても大丈夫なんかな。うわ、運休中や。
ここもわかんねや。マジか。完全点検中やんか。マジか。ということで、いけないということですね。結論、今日は無理っす。もうちょっと喉でよかったわ。いけないということで帰ります。マジかー。え、こんなことある？ちょっか、来る前に調べろっていうか、さっき、あの、道の駅行った時に調べろよな、俺。聞いたよかって、おば、売店のおばちゃんにな。これあるんすかみたいな。あ、そういえばね、あれ、あ、なんていうのかな。あそこ、どこやったっけ、さっきのセンターで、